スターピープル&岩戸開きチャンネルをご視聴の皆様、いつもご視聴ありがとうございます。この度は、霊視カウンセラーの奈緒さんをお迎えしまして、いろいろお話を伺っていきたいと思います。奈緒さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では早速なんですけれども、はい、霊能力を人のために生かすという、うん、魂の課題のもと、はい、活動をされているというふうに伺っておりますけれども、うん、幼少の頃からこういった能力を、うんうんうん、備えていたというふうに伺っているんですけれども、はい、うんうん、その幼少の頃というのはどんな感じでご自身の能力に気づいていかれたんでしょうか。そうですね、本当に物心ついた時から、うん、まあなんていうんだろう、例えば道端でふというこういわゆる、まあ、幽霊と言われる、まあ、霊を、うん、見ていたりとか、まあ、小学校上がってからもクラス教室の中にこういう霊がいたなとか、まあ、本当に日常だったんですよね。霊がいるのが当たり前の世界だと思っていたので、それに何の違和感もな持たず、もうそれを普通のこととして捉えて生きてきたんですね。で、ありがたいことに怖いって思いはあんまりしたことがなくって、まあ、霊がいるけどただそれだけっていうか、なんかそれによって何かこう脅かされたりとか、うん、何かからかわれたりってこともなかったので、うん、もう普通に生きてる人間と同じようにいるものだっていう風に感じて過ごしてきました。うん、特別なこととは思ってなかったんですよ。そうなんですね。はい、じゃあもう本当に物心ついた時からもうすでに見えていたから、もうそれが当たり前だったって、はい、そうです、そうです。うん、何かこう、うん、そういう存在がこう話しかけてきたりとかっていうのは、もちろんあります。だけど自分に何もできないということをその当時から知っていたので、何か言われても私は無理だよっていう気持ちで、まあ、言葉に出してね伝えてたわけではないんですけど、心の中で私には何もできないっていうふうに思ってたので、それ以上寄ってくるってことなかったんですよ。そうなんですね。じゃあもうある程度のこの距離を保ちながら、まあ、見えているという。そうです、そうです。うん、他の子も見えてるものだと思ってました。そうなんですね。でもなんかその、まあまあちっちゃい頃からもうそれが当たり前だと、もうその怖いっていう感覚は確かにないそうなんですよ。かもしれないですね。そう、だからなんかよく例えば霊的なものを見てしまって具合が悪くなって寝込んでしまったりとか、人混みに行けないっていう風なことをおっしゃる方のお話も聞いたことがあるんですけど、そういうの一切なかったんですよね。うん、だからある意味で普通に生きてこれました。霊が見えても、幼い頃からそういう能力があったっていうことなんですけれども、うん、はい、まあ、その後大人になられて、うん、まあ、真言密教の師匠さんと出会いまして、うん、はい、まあ、その導きで2007年から霊視カウンセラーということで活動をスタートされたっていうことなんですけれども、うんうん、はい、まあ、その出会いというのは出会いからそのこの道に。そうですね、もともと特に例えば霊能を使ってお仕事をしようって実は思ってなくって、大人になるまで、普通に生きていくものだって私はちょっとそういうふうに信じて生きてきたんですね。でもある時急になぜ私には霊が見えるんだろうって疑問に思った時があったんです。必要のないものはきっと持たされていないだろうっていうのも感覚として分かってましたし、じゃあその必要がないんだとしたら霊能って持ってる必要ないよねって思って、あるってことは何か意味があるのかなっていうふうに感じたのがきっかけで、まずなぜ自分が霊能を持って生まれたのかを調べてみようっていうふうに急に思い立った時があったんです。ある時急に、でそこからいろいろ調べてみようって動き出したら、まあ、それからもいろんな流れがあったんですけども、本当にトントン拍子に師匠と出会うことができて、で師匠と出会ってから、あ、やっぱり私はここの力を人のために使っていきたいなっていう思いが強くなって今に至りますね。なるほど。でももうそこで出会うっていうことはもうやっぱりそういう世界で生きていくのも決まってたかのような。そうですね、なんか本当は人の心を豊かにするお仕事に就きたいっていうのは小さい頃から思ってたんですけど、まさかそれが霊能を使ったお仕事とは思ってなくて、なんか例えば舞台だとか音楽とか、映画とかその絵なんかも人の心を豊かにするお仕事じゃないですか。で何かそういった
特技があればよかったんですけど、まあ、一切そちらには花開くことがなく、なんかこうやっぱ霊能っていう部分に特化して才能が伸びていったっていうのがあったので、なんかこうきっとそれも自分で決めてきたことなんだろうなって感じることが多々あったので、うん、でもそういう意味では本当に自然とその道に行くように流れがあったし、自分もそういうふうにこう心を決めることができたっていうのがありましたね。なんかこの真言密教についてこう見ていくと、うん、まあ、他の仏教とは違って、うん、その人間の欲望も含めて、はい、こう私たち人間の全存在を真正面から肯定するっていうふうに拝見したんですけれども、うん、やっぱり大体のものっていうのは、うん、まあ、欲を持ってはいけないという教えが結構ある中で、うん、でね、うん、なかなかこれはなんというか、うん、斬新というかそうですね、そこを受け止めてくださいみたいな。そうですよね、よくなんか、もう自分の欲を捨ててこう削ぎ落として、あの身軽になった方がいいよとかっていうのも、ね、聞くこともあると思うんですけども、真言密教っていうのは弘法大師空海様が開いた宗派になって、空海さんが人を救うために作ったというか、まあ、立ち上げた宗派なんですね。でやっぱり昔は食べるものにも困っていて、それこそ住むところにも困ってた時代があったと思うんですけど、やっぱりこうお腹が空いてる方に、いくらこの世は全て空なんだよとか、だからその全てこう心のありようで変わっていくんだよっていうことを説いたとしても、肉体がね、それこそもう食べ物を欲しても飢餓状態になってた時に、なってたとしたら、そういう言葉を伝えても救うことができないっていうふうに、お大様、空海様が気づかれたんですね。だからまずはその肉体の欲を満たしてあげよう、その上で必要なことに気づいてもらおうっていうふうに思って、その教えを広めていったのが真言密教なんです。だからやっぱりその肉体の欲も満たしてから、満たしてこそ本当の気づきが得られるんだよっていうふうに、お大さんが、空海様が、私たちを導いてくれてる宗派なので、そういう意味でも欲を絶対に否定しないんです。肉体がある以上やっぱその感覚ってなかなかなくせないじゃないですか。眠いしお腹すくしって、でそこはやっぱ満たしてこそエネルギー、魂が磨かれていくっていうこともあると思うので、それをなんかこう、なんか、まあ、真言密教としてみんなに伝えてくれて、で私はそれがすごくいいなと思ったんですよ。じゃなければ人間として生まれた意味がないのかなって、肉体がある意味があるんだろうからって。奈緒さんはこう、守護霊様、その方、まあ、カウンセリングにいらした方の、守護霊さんと、まあ、お話をしながら、その人が一番ベストな方向はどういったことかっていう、まあ、その方たちとも相談されながらご本人様にお伝えするっていう、カウンセリングになってくるかと思うんですけれども、その守護霊さんっていうのは、その方のご先祖様には限らない、いいんでしょうかね。そうですね、ご先祖様の場合もありますし、過去世で縁があった方、もしくはそれこそ空の上、霊界で縁があった方っていう場合もあるので、いろんな方がね、やっぱりそのクライアントさんにとっていろんな方がついてますね。なるほど。それはじゃあもうずっと小さい頃から本人が亡くなるまで同じ方がずっと、そうですね、その時々で必要なサポートをするためにちょっとこう順番というか配置が入れ替わったりはもちろんあるんですけども、基本はやっぱり同じ方がついていることが多いです。なるほど。何かこう、そのカウンセリングをしている中で、こうアドバイスを聞いていく中で、例えばもう私たちがあまりにも道を外れたことをして怒ってたりとかって何かありますか、そういう。怒っている方っていうのはいないんですけど、ただすごくやっぱりこう普段、例えばさやさんの後ろの人が一生懸命アドバイスしても普通は聞こえないじゃないですか。だからいつももどかしい気持ちでいるんですよね、後ろの方っていうのは。で私みたいな人間に会うととても喜ぶんです。あ、やっと話の通じる人に会えたっていうふうに思ってくださる方が多いので、一生懸命に言葉を伝えてくださる
あの不条理さんも多いから、うん、すごくあの聞いて聞いてっていう感じで、うんまあ、アピールしてこられる方も多いですね。なるほど、うん、そのお二人ついてる中での、うん、お二人の意見の相違はないんですか、うん、このついてる あることもあります。あのそういうあのお二人が違うことを言っていて、うん、あのだからこそその例えばさやさんの後ろにお二人ついていて、うん、別々のことをしごれがのお二人がおっしゃってたとしたら、うん、迷いが取れないんですよ、どう進んでいいかわからないって、だからすごい困りますね。そうなんです。だからそういう場合は、うん、あのまあさやさんに言うことはなかったとしても私の方で後ろの人にちょっと本人が迷ってしまうので、うん、一旦ちょっと落ち着いてくださいっていうふうにお伝えをして、うんうん、であのじゃあ今何が一番大事なのか、一番優先事項が、ね、あの一番に考えなきゃいけないのは何なのかっていうことを一緒にこう話し合いながら、うん、この先このさやさんをどう導くかっていうのを、うんうん、一緒に考えていくっていうこともありますね、シュグレの方と、うん、魂のその流れって、まあ、こう先々でこう自分の方向性って少しずつこう変わっていったりもするじゃないですか、はいはい、あ今自分はその決めてきた魂に乗れているとか、うん、あちょっと今外れてるなとかっていうのは、うんうんうんまあ、私たちやっぱりその守護霊のあの方の声も聞こえない中で、うんどういうふうに、うん、その感じ取っていったらいいというか、うんうんうんまあ、あんまりにも多分外れてるとその強制終了的なこととかは、うんね、起こってくるんでしょうけど、うんうん、なんかそのちょっと外れてるよとか、うん、それぐらいでもこう気づくなんかポイントとかって逆にあこれは今当たってるとかあの本当に魂の道に進めてる時っていうのはもちろん、うん、あの大変なことも起きるんですね。本当の道だからこそ大変なことが起きるってこともあるんですけども、うん、必ず応援してくれる人が周りにいます、うん、でも魂の道から外れてしまった時っていうのは大変なことも起きるし周りが、うん、いやそっちの道じゃないよって、うんもうちょっと考えた方がいいんじゃないっていうアドバイスが周りから入ったりとか、それは守護霊様が周りの人の口を借りてお伝えしているので、直接的に守護霊様の声が聞こえなくても人の手やその例えば本だったりとかテレビを借りていろんな形でメッセージを送ってくれているので、そこに目を向けると気づきやすくなりますね。なるほど。でまずその自分でいないとというか整ってないとなかなかそこも気づけない、うんうん、そうですね。なんか頭で考えすぎてしまうとその感覚鈍ってしまうんですよ。だからなんかこう例えば、まあ、例えばスマホだとか電波が多いところに言うとちょっと感覚鈍っちゃうこともあるんですよ実は。なのであの物理的に自然豊かなところに行ったりとか家の中に観葉植物を置いたりとかして感覚をあの養っていくことはできると思うんですね。でその感覚って例えば綺麗なものを見て綺麗だなって思ったり素晴らしいものを見て感動したり、その感覚を磨いていくと自然とそういった霊的な直感っていうのも磨かれていくので、誰しもがあのなんていうの感性高めることできるんですよね。皆さんが持ってるものなのでね、本来は、はあ、そっか。じゃあもうそれが、うん、もう鈍くなってしまっているだけで、まあ、元々私たちにはみんな備わっている、はい、そうです。では今までも数々の、霊視検出をあのされてきたと思うんですけれども、はいうんまあ、そのカウンセリングをしている中で、うん、こう奈緒さんがこう大事にしていること、うんうん、あのこういうことを伝えていきたいみたいなのっていうのは何かありますか？はい、やっぱりあのカウンセリングに来られる方って、うん、もう心が折れかけてる方がとても多いんですね、うんまあ、もちろんいろんなことがあったからね仕方がないんですけども、うん、でもそういう方って自分がもっともっと幸せになれるもっと楽しく過ごせるっていうことを信じきれてない方がとても多いんです、うん、でもあの誰しもが幸せになれますし、うん、もちろんもっともっと楽しく生きることができるんです、うん、そのために私たち生まれてきてるので、うん、できないなんてことがありえないんですよ、うん、だから必ずあなたも幸せになれますよ、うん、ほんのちょっと今辛いけれどもこれから先どう動くかどう考えるかで変わってきますよ、うん、それを私自身が信じること、うん、それもすごく大事に思ってますし、それを伝えられるあの、まあ、いろんな言葉を使ってね、うん、伝えるっていうことを一番に心がけて、うん、でもそこが
クライアントさんの心に響くように言葉を選んで伝えていってます。うん、